民でトラウマになった原生生物、クマチャッピー。クミンシリーズすべてに登場するイヌムシ科の原生生物です。この見た目は、太い唇や背中には赤い点々があって、非常に特徴的な見た目をしています。この見た目もトラウマですが、クマチャッピーは寝ません。通常のチャッピーは寝ていて、こちら側が近づくと起きますが、クマチャッピーは寝ないため、常にマップをうろうろしています。そのことから、ピクミンをどこかで放置していると、いつの間にか食べられているということもあります。さらに、厄介なのがクマチャッピーの周りには、チビクマが3匹ついているので、クマチャッピーに夢中になっていると、チビクマにも食べられてしまいますので、注意が必要です。最後にクマチャッピーを倒して、一安心かと思いきや、なんとクマチャッピーは、一定時間経つと生き返ります。なので、倒したらすぐにオニオンに入れましょう。クマチャッピーは全シリーズで出ているので、ピクミン4でも出ると思うので、楽しみですね。